お疲れ様です。ラットです。今回はですね、でこちらの、まあ、枯渇デッキをですね、まあ、使っていきたいなと思うんですけど、まあ、こちらのデッキをですね、以前とこっちの方を紹介させていただいたんですけど、まあ、結構前からこのデッキちょくちょく紹介してて、まあ、普通にね強いデッキだったんですけど、で今回その、まあ、アップデート、まあ、情報修正によってロイジャイが今強くなってて、まあそのロイジャイに対して、まあ、すごい強いんじゃねってことで、まあ、このデッキは何もね修正されてないんですけど、このカードはね何も変わってないんですけど、もう周りの変化によって自然的にねこのデッキが強くなったんじゃないかっていうところで、まあ、今回はねこちらを使っていくんですけども、まあ、僕のデッキもね改造されましたっていうので、まあ、先ほど見せたこちらなんですけど、まあウッドを、まあ、ロリババに、で、まあ、ゴーストをですね、まあ、ゴーストは前スケル、アイスピかな、アイスピだったり、まあ、ゴーストだったりでどっちも良かったんですけど、まあ、今回はですねそちらを、まあ、ミラーにしましたっていうことで、なぜそうしたかっていうので、まずロリババが、まあ、強い、なんか強くなって、そう、僕のこのデッキがもう本当にもう致命傷なのがもうクロスボウ、もうクロスボウと当たったらもう100って言っていいぐらい勝てないもうねデッキだったんですよ。だからまあそのクロスボウに対してのまあ少しだけね、ほんの少しだけかもしれないですけど、まあ勝てるかもしれないっていう可能性が出てくるこのローリングバーバリアンですね、これがクロスボウメタって呼ばれているので、まあそちらを採用しているのと、あとミラーですね。ミラーはなぜかっていうと、まあこっちだと、まあこっちでも十分強かったんですけど、結構ラバルだったり三重子がすごいきつかったっていうのがあって、まあこちらにすることによって、もうトルネウッドロリババの3、4、5、6、7、8コストで、まあ、三重子を処理できるっていうのと、しかもプリンセスのミラーだったりトルネードのミラーによって、その対ラバルですね、ラバルだったり、まあ、空に対して、まあ、すごい強くなったのではないかっていうので、まあ、こういうね今回ちょっと新しいバージョンでっていうことで、まあ、やっていきたいと思いますね。なんでまあでもこっちの方が意外とやりにくいって方もやっぱいると思うんですよね。だからまあそれはそれで、もう前の僕が使っていたそのゴーストだったり普通のウッドだったりっていうのを使ってくれてもいいですし、まあそこは結構まあウッドよりのもうロリババの方がやりやすいみたいな方もいるかもしれない、んで、まあそこはね、まあ、使いやすい方を使ってもらえたらなと思いますね。なんでもう微調整とかも各自で全然やっちゃっていいなと思いますね。ということで、まあ、マッチング待ちなんですけども長いですね。よいしょ。ってことで、まあ、ロイジャイが来てくれたら美味しいですね。正直負ける気はしないんで、けど、まあ、ロイジャイ来て唯一負けるとしたら、トルネウッド型のロイジャイで、なんか相手のスペルがライトニングみたいなやつがとてもしんどいかなと思いますね。その相手のロイジャイは、まあ、ダメージ刺さないんですけど、僕アイスウィズプラスの、まあ、プリンスだったりで防衛するんで、ですけど、まあ、僕の攻撃も相手にトルネードやウッドでしっかり処理されてしまうと、まあ、あっちはスペルのライトニングだったりっていうので削ってこれるんですけど、僕は削れないっていうので、そこでちょっと不利になってしまうかもしれませんねっていうので、さあまさかの枯渇対決ってこと、これは、まあ、アイスウィザーと合わせて、さっきちょっと忘れましたね、やばい、手札に言っとかないと思ったらロリババだった事件もですね、まあこれはさすがに処理したいんで、プリンちゃんも出して、これトルネでキング起動美味しいですね。ウッド使え。ああ、ウッド使わない。お、ウッド。ああ、惜しい。これあれなんですよね。ウッドだったらプリンセス処理できたんですけど、届かないんですよね。
これもうこうするとバレリン、そうロリババのバーバリアンにターゲットが取ってみたいな、相手がスペルザップだった時とかね、すごい有効な技かなと思いますね。先にディガー飛ばしてからの、そうですね、ロリババですね、ディガーじゃないバレルですね、先にバレルからの、よいしょ、意外としんどいけども、あ、おいしい、それは、あーでもうまいな、その延命はうまいですね。でもこれバレル飛ばしたいんですけど、あ、ウッド裂いたんでここがチャンスですねっていうので、これバレルが先からのトントンで、あ、やばい、相手がうまい、 OK、 これがもう刺さりますね。まさかのロリババ大活躍みたいな、やばっ、めっちゃ削る、めっちゃ削る、だってくしゃみですよ、くしゃみですよ、あ、え、相手めっちゃ裂いてくれますね。でも今だと相手ギャング持ってるんで、あー、もう回したか、あー、読んでますね、読んでますね相手は、っていうので、これは奥に外したバレルがもう気づいたらめっちゃ刺さってますね。相手も油断してましたね。でこれはもうプリンセス処理して、まあロリババであとは防衛してれば、まあさすがに負けないかなっていうのは、これ外してますね相手も。でこれミラーロリババで、これ問題があれなんですよ、前までこのデッキの弱点が、まあ、削りがなくて、まあ、ウッドでなんとかしてたんですけど、これウッドもないんで問題がこっからみたいなのがあるんですよね。もうこっからもう全部削られちゃうみたいなこともあるんで、そこなんですよね。これこっちにウッド使わせてからのこっちに、はい、来たー、もうやばっ、おっとグッドゲームってことで、まあ今のはまあとっさに思いついたんですけど、やっぱ削れない、削れないっていうので、まあしんどいんですけど、まあその分ミラーがあるんで、やっぱそこを生かしていくために、まあ今みたいにですね、バレル打ってウッド使わせて、で2周目バレルでまあ決めていくといった形で、まあ今綺麗に決まりましたね。それまでミラー使ってなかったかな、もしかしたらロリババ転がすぐらいでしか使ってなかったっすね。で、意外とまあ、ああいう場面でですね、ミラーが活躍してきますね。ってことで、まあ次。しょ。長いね。おや？おや？おや？ロイジャイと当たりたいな。ロイジャイ、今他はあと何が増えてるかな。ロイジャイメタ、そうミニペッカですね、そうミニペッカが増えてるぐらいで、まああとは、あとはでもそんな、ただロイジャイとロイホグとがもう多いだけみたいなところあるんで、言うてですね、しかもクロスボウもなんかちょくちょくなんか増えてるんですよ。ロイジャイが増えたから普通にクロスボウ減ると思うんですけど、なんかロイジェイメタのクロスみたいな、ハンター入りのクロスボウとかちょくちょく見られるんですけど、言うて、僕ロイジェイ使ってて、クロスはそんなやっぱ怖くなかったんで、このままクロスボウがちょっと減ってくれれば、まあ、このデッキ無双できますねっていうのはありますね。よいしょ。まあ、これ相手、ウッドですかね、ボスギーイコール。さあ。とりあえずファイボで1ヤード取れて美味しいっすね。だと相手の敵分からないんで、ヤング飛ばす、あー、ラバーかもしれない、ラバー説あるっす、ラバーだったーってことで、これ今墓石がなくて、でもギャングがあるんか、ギャングで防衛されて
で、バレル飛ばして、OK。で、問題がこれですね。この、おー、それは聞いてないよ。それは聞いてない。マジで、それは聞いてない。ベビドラがしんどい、しんどい。本当に。もう、ベビドラだけは来ないでほしいっていうような、デッキだけども、耐えてゆく。はいはいはい。まあ、ダメアドは取られちゃったんですけど、このバレルはずれちゃいましたね。けど、はい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 。相手も焦ってますね。で、まあ、ここはコロコロしちゃって、で、このバーバリアンが3発ぐらい殴るんですよ。一番前に出してあげると。そう。だから、相手は防衛しないといけなくて、今のも一発殴ってて、しかもこれ2コスっていうのがもう、優秀。もう、神レベルっすね。このメガゴ痛いんで、槍ゴブで受けてあげて、そしたらこのゴブリンがね、ちょっと殴ってくれます。よいしょ。っていうような感じで、槍ゴブで受けてあげる。これでも相手は僕が攻めるたびにしんどいと思うんで。まあギャング、うわー、まあ読まれてるね。まあベビドラが逆サイにいるだけですごい助かるんですけど。これ延命したいよな。いや、しゃしゃったかな。いや、延命できる。OK。で、これミラーがねー。ミラーがないな。ってことで、いや、回った。OK。OK、守った。優秀。あー、そういうこと？やばい。カードが回ってない。やばい。これ相手がうまい。いやー、勝ちたいけども。いやー、負けましたね、これは。いや、マジか。まあ。今のは、言うて勝てそうだったんですけどね。ガゴ、ベビドラバンカー。まあまあ、ガゴだったらもっと楽にいけてた感はあるんですけど、今のは、なんだろうな、やっぱ1個降りたかったっすね。相手がギャングで毎回バレルやっぱ防衛してきたんで、ギャング使わせたところを、急いで、攻めたかったですね。なんで、そう、相手はやっぱ絶対バレルがしんどいので、もっともっとこっちが攻めてよかった感はありますね。ということで、本日ラスト、上海オーピーエリートのブラックさんですね。ってことで、とりあえず、まあ、することなかったら、ギャング流す、バレル飛ばす、まあ、ロリババ流すか、プリンセス後ろ、で、まあ、ロリババかな、ここは。まあ、普通のウッド転がしてるのと一緒なんでね。まあ、これは絶対防衛してくれる。よいしょ。ってことで、まあ、まずは受けから。まあ、これはアイスイズ。おー、そういう系。で、この瞬間に攻めてあげないと、やばい。まさかの事態すぎてやばい、ピンチ。やばい。めっちゃダメージ受けとるし、なんか守られとるし。やばくね？俺はロイジェイトバトルがしたいんだ。おい。ロイジェイトバトルがしたいのに。なんだこれ。やばい。けども、まあ、こっからですね、相手はトルネード。あー、出た、それ。宝石な、宝石もサイ率やっぱ高いっすね、今なんか。全環境の時から多くて。お、ポイズン使った。これは、チャンス。相手が、まあ、ウッドがまだザップかわかんないんですけど、これ攻めて、ウッドだったら転がってくるから。いや、入る。プリンス突進。まあ、ダメージは、稼ぎましたね。ミラーバレルしてトルネード使わせるっていう手もありつつね。よいしょ。まあ、トルネード防衛されますね、これは。まあ。まあ、予定通りといった感じで。ああ、やば。これもロリババ。遅れてギャング。OK。完璧。
で、まあ、スケフリーポイズンか。痛い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 優秀すぎん。まあそうですね。でもこれが絶対刺さるから、オッケー。で、この間に、まあプリンスが生きてる間にもう一回バレル投げてあげる。で、今度後ろ。ああ、まあさすがに読まれるか。これギャング出してあげて、この瞬間に攻めてあげる。相手がフリーズした瞬間に、あれ。やば、めっちゃ刺さるけど、やばい。俺もめっちゃ刺さってる。これはもう一回次のバレルじゃないと勝負決めれませんね。っていうことで攻めます。で、右攻めると見せかけて、やっぱ左も削っていきたいところありますね。で、結局右攻めるみたいなね。で、もう一回バレルを見、あー、やばい、やったー。それやった。待って、今のバレルによって負けたみたいなとこある。いや、でもこれ攻めないと勝てないから、この、ああ相手フリーズしてきやがった。やばい、やばい。そんな、あのバレル奥でバルキリーに処理されたのが、くっそー、マジか。これ勝てましたね。相手打っとなかったし。いやー、痛い。今のは、めっちゃ痛い。バレルが、奥に飛んで、バルキリーに完封されましたね。あれが、もう、普通の位置に飛ばしてたら、勝ててましたねー。っていうので、本日、1勝2敗ですけど、こちらの方多分有名なんですよね。高えっていうので、まあ、やば。今日ハイレベル説あるっすね。ってことで、まあ、負けちゃったんですけど、まあ、勝った試合もあったんでね、まあ、こちら。まあ、こちらでもいいですし、まあ、ロリババウッドだったり、まあ、ミラーの枠を、結局、その、まあ、ISP だったり、ゴーストだったり、こういう方もあるんで、まあ、ぜひね、まあ、いろんなバージョン使ってみてもらえたらいいなと思います。ってことで、終わりになります。よければ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では、バイバイ。